どのぐらいかかりますの？時間。2時間。おお。5時間。4時間。4時間。なるほど、すごい。すごい。尊い。いや、ごめんなさい。皆さんも。まあ今のちょっと墓参りで、僕この盆のお墓参りのちょっとこれ黒くの背景なんですけど、ぜひぜひ13日に妙祖寺行ったんですね。で妙祖寺に行って年間日蓮召集の年間行事見てて、その三種塔のとこに芸家とかがこう墓参りするんですよね。これが僕いつなんかなっていうのが全然わからなくて、多分15日であろうと思って、で13日に妙想寺に行って、でそのまま大石寺に行ったんですね。で自分もそこにお墓ちょっと建たしてもらった、去年、今年の4月に開元供養してピシッと建てたんですけど、でその時に墓参りって言って掃除しようと思った時にパッて行ったらゲートがバーってもういてるんですよ。15日だったからね、14日やったんですよ。あ、盆行14日だったんですか？14だった。僕15と思ってこう余裕かましてたら、もうゴーッともう7時半頃に来たら、もう稽古がもうこう赤いこうあれがバッて入れたんで、うわっとか思ったんですよ。やってもらおうとか思って、でもうバーッと車で帰られるをしてたんですけど、で自分の墓をこれちょっと僕この間これなんですけどね、これね、ちょっと九州で見せやなあかんかったんで、これがうちのね墓、その上もそうだよね。光がそうで、これをこう掃除やって、でそれでやった時に僕もずっとこうもういろいろなところを芸家がずーっと回られるんですよね。ほんとはもう掃除やってたんですけど、もう何妙法蓮華経落ちてぐわーってもうこだましてるんですよ。もういろんなとここう10箇所ぐらい上からずーっと下ってくるんですよね。毎回毎回方便寺書きをずーっとされてて、でぐわーってね、もう息子もこだまってるんですよ。おっとはこんなとこに親父が入れて、もうすごいなと思って、もうこれでそんなにすごいな、ありがたいなと僕は思って、で次その日終わって、でちょっとその時は中国のメンバーが来たんで一緒に、で次の日また九州さんが来ることだったんで、一緒にやって帰ったんです。でその7日後22日やさかいに、7日後にこう娘から「精神病になりました」ってバーンとこうライン入って、今娘は創価女子短期大学の現役2年生、ほいでうつになる、精神病になりましたっていう、もうほんま精神病になっちゃうんですよ。ほんでにこれが尻尾ない。ほんで僕タイミングを測ってたんですね。向こうは創価女子短期大学だから、いつ釈読っていうかこう教えていかなあかんから、だからこれが僕4月に落合ご住職が開元供養してくれた時に、このお墓っていうのは尻尾7つの宝が宿ることなんですと。で子供には何をこう譲るかって言った時に、この7つの尻尾を子供にこう骨董相続させていくことが一番大事なんですっていう、骨董相続尻尾の話をザーッとされた時に、もう涙がボワーって出てきたんですね。だからこれが今までこう娘にも前妻にもこうちょっとこう釈読するタイミングを計らってたんですけど、もう一気にもうザーッともう一気に攻めるトーンでもうバーンともういけてるのがこの23日なんですよね。だからもうこれがやっぱりこうすごいなと。だから娘がうつ病になって精神病になったって一個ビビってないんですよ。もう1年間大石に帰ったら絶対治りますから、僕のこれ確信なんですけどね。ただ本人らはまだそこらまで気付けんけど、もう今はもう LINE とか電話でこうガーッとやり合ってるんですね。でも入る入らんは本人だけども、やっぱり順延なんか逆延なんかと言った時に、やっぱり一回親としてきちっとはしゃぐしとけへんかったら、やっぱり逆延になってせえへんかもしれへんけども、やっぱりこう順延逆延っていう部分もあって、しっかりはしゃぐしとかなんていうことで今バーってできてることが、これがもう僕にとってはもう苦労かと思ってるんです。ですよ。まあなんか人が見たら「お前ほか」とか言うか分からへんけど、ほいでもバーでまあ九州のさんらもちょっとうつ病の経験があっちゃうこともあったので、そんなんでもバーってこう相談したら「いやいつでも娘さんの尺手伝わせていただきますよ」とか、やっぱりそういうやっぱり因っていうかね、やっぱりこれそのなんていうかな、お墓参りっていうのはやっぱこう。日蓮彰子のお墓前で並大抵のもんじゃないなっていうのがもうこの2週間前ぐらいのこの話で、今はもうこうマイブームっていうかそれに今ガーッとこうやってるとこですけど、だから結局はまあどうなるかこうなるか分からへんけども、一番いいようにきっちり落ち着いていくような、まあそういうまあ墓参りの話だったんでちょっとこう横にすれたんですけど、そういうことよ。むしろ一番ね競技的な話よりもよっぽどこういうリアルだよ。俺でも精神病になりましたって LINE でパンと来た時にびっくりするんだけど、これマジか俺と思ってほらもう20歳やし女の子やし嫁にもいけないしとか言って、でも僕はもう家内には別ラインでこんなになるよと、絶対もうこのまま言ってたらもう結婚できたとしても離婚して帰ってくるでと、お前最後まで見えるんかと、もうドーってもう自分の傾向性を見たら過去にやってきた傾向性を全部バーって書いてボーンと、だから早くね、主子心、ここだけちゃんとしとけへんかったら池田先生を師匠と思ってたら、もう全部ここへ来るんやでっていう、まあそういう話ですけどね、だから向こうは固くなくもうちゃんと、いつでも幹部呼んでの幹部うち僕文化会館に、ね、行きますから、幹部と時間取ってみなさいという話でもうポンって今送ってる感じですけど、まだ休学はするそうですけどね。でもそのことあったからガーって言えるわけだからね。もう思いっきりでしたね。まあ待ってたからやったし、言いたいことは言うたし、だから向こうはね競技的なことはなんていうか争いたくないんですとかね。それはそうですよ。お金入れてん僕らも10万円ずつ毎月こうその子生活費をボン10万円ずつ入れてるやろ、だからそれを喧嘩したら止められるやんか向こうもねそういう計算高いとこもあるから、まあ俺でもね嬉しかったですね墓参りでここまで黒くいただけるかっていうのが、それはね今度うちなんかでいうと今思い出したけど、この墓やっぱおじいちゃんおばあちゃんが入ってるんだっていうことで、子供たちがさお墓参りに対してはこの真摯な心を持ってんだよね。だから豊田家はそこで、まさにその豊田の夫婦とそれからうちの子供たちがね必ずバラバラでもあったりタイミングずらしたりはするんだけども、お墓の中心に集まる、でそこでお墓参りをするっていう姿がねここのとこずっと続いてるわけですよ。これはね子供たちにとってもなんかね楽しいらしいんだな。何かこうなんですかな、やっぱりこういい気持ちっていうかね、こうなんか何とも言葉にならないで、俺もそうなんだよね。なんか子供たちと一緒にさおじいちゃんで当然そこで方便寺書をしっかり唱えてできっちりした儀をやるわけだよね。しかもその前に三種の塔でご住職来られて三種の塔で法要されて、それが終わってご住職たちが帰られて、その後続きでうちらそこだから。こうダブルでそのお墓がもうちゃんとしたきっちりした法事法要の場なんですよ。そこにね、そこを中心に確かに法灯相続がされていくんだなっていうことは言えるね。だからまあ例えばこのお子さんがいる方たち、あるいは自分がこれからお子さん作る方たちはいずれにせよ法灯相続していかないことにはさ、法華の一大信心つってその耐えちゃったらね、どんなに合信者でも後々の何百年も何千年も後の自分のそのエコーというものは怪しいわけですよ。どうしても自分の家系の中に法華経の合信者を生み出すような縦のベクトルも作っていかなきゃならない。横の交線ルーフっていうことのベクトルもすごく大事だけど、縦軸のベクトルもすごい大事なんだよね。そういう意味ではね、お墓を中心になかなかお寺に寄りつかない子だってね、ご先祖のお墓とかおじいちゃんおばあちゃんのお墓なんだよっていうことになると、そこには来るのはそんなにこうハードル高くないんだよね。でそっからだんだんその召集のすごさ、お題目のすごさ、それからあったかみ、いろんなものがこう伝わっていくってことは確かにあるね。ほんでご子息は7つの宝が心の中にこう宿っていくんやと。七宝って分かる？まあちょっと門神海上神社山、どんな宝物よりも世の中のその物理的なね外にある宝物よりも一番人間としての徳を備える意味においてはこの門神海上神社山っていうこの命が備わることが一番の宝なんだよっていう。簡単に言えば素直に仏様の言うことが聞ける命、それを素直に信じれる命、門神、そして素直に自分を戒めて悪いものは捨て戒めて、仏道修行に専念できる命、門神海上で、それがそのぶれない、それから飽きない、一生きっちり続けられるっていうような上門神海上、そして必ず、精進も絶やさない。常にこうさっきの1ミリでも2ミリでも前へ進むんだよっていうそういう命がいただけること、そして神社、そしたら今度誤ってるなってものが見つかったら速やかにその捨てられる、その爽やかな命っていうか、変にこう執着しない自分が「そうは言ったって」とか「あんたはそう言うけどね」とかね、じゃなくて「ああ間違ってました」「はい、いや今日から当たります」っていうそういうこう潔いそういう命、なかなかこれ持たないよね世間一般の人たちはさ、方々の人たちは。それから信者さん、そして反省できると、自分はこういうことがやっぱり、至らなかったんだなって素直にストンとこう反省できる命、これが本当は一番宝なんだよって。でも若い頃さ、この功徳とはね「七宝」っていうのを読んだ時さ「しょぼ」とかこんなしょぼいもんのために俺なんか間違っちゃったから信じるとか思ったけど、やっぱこれは年食ってくれば分かりますよ。確かに門神海上神社山っていうこの命が素直にさっささっさと出る心になれば、もう仏様からも好かれるし万人に好かれる、これは。ってことは自分の生活も全部うまくいくに決まってるんですよ。あの人いい人だなって、あの人本当にこう変なこだわりなくて謙虚だしまっすぐだしで、そうするとおのずとその経済的なものも備わっていくじゃないですか。人の集まりが結局は経済も支えるわけだから、そうかっていうことなんだよね、本当に若い時。それを子供に次世代に親として子供に渡しなさいっていう、ああそういうことかっていう。なんか子供だって結局おじいちゃんおばあちゃんのお墓なんだよ、ご先祖のお墓なんだよって、世間だってみんなお墓まで行くんだから来なさいねって言えば、しぶしぶでも最初は来ますよね。でもそれを繰り返していくうちにだんだん子供たちにも召集のハートっていうものが分かっていくようになっていくんだよね。こうやってやっぱり日蓮召集っていうのはその万代に続くようにその用意、これは仏教そのものがそういうちゃんと伝わっていくような仕組みになってたってことだよな。そう考えると大事だぜ。やっぱり似たケースじゃないですか。その別れた相手の子供たちも俺の自分の子供じゃないですかでもその子たちにもやっぱ法灯相続をしていくことは大事なことなんだよね。奥さんはしょうがないとしてもだよ、時にね。でもひょっとしたらそのね、自分たちの子供がちゃんと法灯相続していけば、結果的には奥さんもやらざるを得ないような環境に素直にいつかはなる可能性だってあるし、でも自分の直系の子供たちがやはりそこで正しく法を伝えていくってことはお墓を中心ならできるわけよ。それは反対する人間にも反対のしにくい場所だよね。お墓参りに子供たちに一緒に行こうとしているんだと。ダメーなんてわけにいかないじゃんね。だからよく言うその月に1回のなんとか日とかあるじゃないですか。そういう時に時としてはお墓参りがその日になるとかね、そういうことも後々のことを考えれば大事なことかもしれないね。